ホリエモンチャンネル。せーのでジャンプ。堀江貴文です。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日は自分はやらないのかい。せーのでジャーンほらこういう空気になるんです。何なんそれ。新しい CD が出たんで。ああ CD、 なるほど。アルバムですか。ミニアルバム出たんでよろしくお願いします。それでは本日の質問です。ビッグバンドジャズをより多くの若者に楽しんでもらおうと思い、カラクリピエロなどボーカロイドなどの有名曲を演奏してニコ動や YouTube にアップして PR しているのですが、いまいち話題になりません。有名になり、すでにボカロが人気の地域でライブなどにも出たいと思っています。どのような活用をするのが効果的か、アドバイスをいただけないでしょうかという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日のゲストはたくやさんとよっちゃんさんです。はい、はい、そしてファンからゾーン R ゾーン R からお送りしております。お届けしております。六本木にあります、はいはい、リニューアルオープンした、はい、そうなんですよ。だからホリエモンチャンネル見てる人には僕がステーキ屋のおっさんと思われてるかもわかんないんで、まあ、こういうバンカラとかねこういう店も作ってるんでまたよろしくお願いします。はい、はい、商店街バンドの一応発表来て、はい、商店街バンドの商店街バンドの高谷さん、はい、ニート兼ギターの高谷さん、ニート兼、はい、はいはい、ということで今日の質問に答えていきたいと思います。はい、私はこう答えました。うん、スイングガールズみたいな映画がヒットしたりするのがいいと思いますけどね。例えば軽音の影響で楽器の売り上げは右肩上がりみたいだしと、うん、そういうふうに答えましたが、昔スイングガールズはでも本当流行ったじゃないですか。まあね、あれ超感動した。あれでやっぱりビッグバンドジャズちょっとだけ日本でバッて流行って、うん、ビッグバンドジャズこれどこでやってるのかな。結構その辺は僕はちょっとなんかそうでね、ただねこのちょっとカラクリピエロとかボーカロイドを演奏してあげたとか、まあ一本あげたとかねぐらいでなんか広まるとかも思ってる時点がもうムカつく。なるほど、うん、もうこんなものはもう毎日のようにあげたりとかさ、SNS ってそういうもんで、よく僕なんかのねコンサルしてるところで SNS の話すると1週間頑張ったんですけど成果出ないんですよみたいな話するんです。当たり前やんか。アホなこと言うなと。2年頑張ってやっと成果の出るものなのに1週間で成果が出るとか出ないとかみたいな話をするなっていうのが、ヒカキンもそうですよね、うん、ヒカキンもあれだけボイスパーカッションうまいのに、うん、2年ぐらいやって、うん、やっと5万人ぐらいチャンネル登録者が5万人と超えたところでブレイクしたと。そう、あるところまではもう徐々にしか増えないよね。で2年間コツ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 頑張って徐々に増えたところで急にこうブレイクしたりとか何かのきっかけで跳ねたりすることがあって、うん、だからそこをしっかりとコツコツ頑張らないといけないのによく SNS の本質がもう分かってないね。あれだからね、途中で大体の人でもそこでダメな人って挫折しちゃうんですよ、うん、するね。タカポンとか見習ってほしいよね。刑務所入ってても更新してたわけですよ。そうですよね、うん、すごいじゃないですか。刑務所に入ったアイコンにしてね。そう、まあ、基本的に10年ぐらいやってますからね。ね、じゃあぜひコツコツ頑張ってみてください。ということで最後に何か告知ありましたらカメラに向かって。商店街バンド次。あ、商店街バンドはちょっと、秋に10月19、20エッグマン 2days 2days、はい、2days すごい。よろしくお願いします。バンカラゾーンハール。あ、バンカラゾーンハール、夜8時からやってますんで、またよかったら来てください。よろしくお願いします。バンドでカラオケが歌える店。はい。はい、そして。あ、寺田由紀ですね。自分でミニアルバム作ってみちゃいました。はい。会社がつかなくても CD 作れる時代なので自分でコツコツやった結果ミニアルバム作っちゃいました。なのでぜひ皆様お手に取ってみてください。よろしくお願いします、ね、はい、ということで本日もありがとうございました。はい、メルマガのプログラムこちら YouTube チャンネルのよろしくお願いします。